いやー爪痕、いやなんか5位とかに入ったらさ、おおってなるから5位行きたかったね。 M4 だわ、マジで M4。 ターニングポイントは絶対 M4。 6位かー、ラストラウンドやれてたらわからんかったな。これはやべえな、田町選手バケモンやな。バケモン、やっぱ田町ナイルはちょっと抜けてるのよ。デビット社長聞こえますでしょうか。あ、聞こえます、ありがとうございます。社長お疲れ様でした。いや社長それタギラの帽子やんけ。社長長期戦戦ってみて、社長かぶってるこれタギラの帽子な。いや本当に本当に楽しかったです。あのワンキルぐらい取りたかったんだけど、タギラの赤いキャップかぶってるやん社長。歯並び綺麗やな。もうなりましたなりました、もうお金がなくて最後の パウチを売ることができると思い出して、はい、はいはい、パウチ売ってまた MP7 買ったんですけれども、さっきケンキさんがあの MP7 いろんなところ拾ったっていう、多分な何個も多分みんな一人ずつ僕の MP7 拾ったみんなにあの社長の MP7 が渡ったと配ってたんですね。配布されましたね。プレゼントしますってことになりました。でもあの社長ケンキさんはあのもしかしたら社長の社長クソおもろいやけど、それ拾ってから成績伸びたそうです。そうなんですよ、救われました。あ、じゃあどうしましてケンキさん。ありがとうございます。うん、社長絶対いい人や。ありますか社長に、うん、いやもう途中からハンドガンとか持ってて、他のプレイヤーの方でハンドガン持ってる方なかなかいなかった。いやマジタギラの帽子かぶってるのは予想外やな社長。これからも社長主催あの協賛される大会どんどん出続けてください。ありがとうございます。レギオンとしてもう本当にどんなスポーツでもサポートしていきたいと思いますので、またぜひあの誘って僕も参加したいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。いや社長いつタギラ倒したんやろな、気になるわこのタギラの帽子が、はい、みんなには MP7 配って、はい、タギラには赤いキャップを渡してたよ。いやまあ爪痕は残せたんじゃないでしょうかこの大会。予想より大健闘、俺もね予想より大健闘だと思う正直、まあ、このメンツの中で、まあ、なかなか頑張れたんじゃない。まあそうだね、タマッチナイルはやっぱや、ね、ちょっと別格だったね、はい、あんなの引き連れてラボ行ってるって考えたら豪華すぎるな俺。